どうもこんにちは、平井博明です。今回の動画はですね、ハンドファーストについて解説していきたいと思いますが、皆さんハンドファーストの経験はございますか？手をこう前にこうやって斜めにして構えるっていうのがハンドファーストっていうんですが、今日はそれについて詳しく説明していきたいと思うんですが、いつもはメリットをポイントとしていくつか挙げてるんですが、もちろんハンドファーストにメリットはあると思いますが、自分がレッスンを経験していてデメリットの方が実はハンドファースト多いんじゃないかなと思いまして、この動画を撮るきっかけになりました。でそのポイント、デメリットのポイントを一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ、4つあります。1つ目、球が上がらない。2つ目、振り遅れる。3つ目、溜めちゃう。4つ目、グリーンで止まらない。この4点デメリットについて一つ一つ解説していきたいと思いますが、まず1つ目の球が上がらないということですが、そもそもハンドファーストってじゃあ詳しくどういう構えかっていうのをやってみたいと思います。これ8番アイアンですが、8番アイアンのご自身のポジションにボールを置いていただいて、クラブをまっすぐ地面に対して垂直に置いてもらいます。これがまっすぐの真ん中の位置ですね。ここから左手とクラブが一直線になるまで進行方向にクラブを傾ける。この向き、この位置が要はハンドファースト、要は言う名の通り手が先ですね。真ん中よりも手が先に出てるんでハンドファーストという構え方になります。ここからまず何が変わったかというと、真ん中で構えるよりもハンドファーストにするのでフェース、ロフトが立ちますよね。なので通常今持ってるアイアンの番手よりも球は自然と低くなります。要は上がりづらくなります。なのでそれを分かってやっていただいた方がいいと思います。これ球は強くなったけども全然上がんなくなっちゃったよとかっていうことになりやすいです。なのでそこをまず注意していただきたいと思います。さらに詳しくフェースの向きを見て解説していきたいと思いますが、ハンドファーストの仕方を勘違いされている方が結構いらっしゃると思うんで、まずハンドファーストはクラブをターゲット方向に倒すので、こういうふうにどん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 倒していくのが正解なんですが、クラブをこういうふうに前に倒しちゃう人がいるんですね。これだとただ開いてるだけなんでロフトは変わらないです。なのでただ右に高い球が出てしまうだけになってしまいますので、必ずフェースをターゲットに向けたまま前へこうやって倒す。でここでハンドファーストの最大のポイント、ハンドファーストの角度が決まったら必ずグリップをし直す、リグリップです。ハンドファーストにした時点のクラブの向きに対してクラブを握り直さなかったらまた戻りますから、そこだけポイントとしてお伝えしました。2つ目、振り遅れ。これがですねハンドファーストすごく原因として多いんですが、先ほどもやりましたがハンドファーストはまっすぐ構えてから手を前に倒しますので、もう真ん中でこう振った時よりも振り遅れてる状態のようなイメージでこう振る感覚なんですね。ロフトを開かない、ロフトを増さないで、ロフトを立てながらこうやって振るような感覚で振りますので、ただでさえ止まってる状態でもハンドファーストにしてクラブを傾けるので振り遅れる状態プラス振って遠心力がかかると余計にクラブが振り遅れます。なので振り遅れない状態、これを作らなきゃいけないんです。これはですねドライバーの安定感という動画を以前撮ったと思うんですが、そちらの方でも解説してます。で振り遅れないためのクラブのキープの仕方というのは、まず腕を地面から180度に腕を伸ばして、そこからクラブを45度ぐらい前に倒します。でこのクラブを角度をキープしたまま右と左にこうやって振ってみてください。
そうするとクラブがグワーンと倒れますね。これが振り遅れです。クラブが倒れないように、例えば右手の力を増してあげて、こうグッとクラブが倒れないように前にこう倒してあげる、もしくはグリップ力を強めてクラブの倒れるのを抑えてあげると、クラブが振り遅れるということが少なくなってきます。なのでこのハンドファーストにした時に振り遅れないように注意して振った方がいいと思います。3つ目の溜めちゃうということですが、溜めを作ってスイングをしようとかって思ったことある方いらっしゃると思うんですが、溜めというのは溜まるものです。自分からなかなかこう溜めに行ってうまくいくというのは相当技術がいりますし難しいことなんですね。なので溜めるという動作というのはあまり自分から無理にやらない方がいいです。でハンドファーストにしてバックスイングを上げると、どうしてもグッとこうやって間を置いてターミをつけて溜めてしまうことがすごく多いので、まず溜められる人と溜められない人っているんです。その違いについて今ちょっと解説したいと思いますが、溜められる人先にやりますね。溜められる人というのは右手のグリップの親指と人差し指のこの合わせたこのシワありますよね。このシワが通常まっすぐですと右肩を刺します。右肩を刺すんですが、溜められる人というのはこの合わせ目が右肩よりも内側を向いてます。要はこういうことですよね。右肩よりも合わせ目が内側を向いてれば溜めやすい、要は溜められる方なんですが、溜められない方っていうのは右肩よりも外側をこの合わせ目が向いてる人。そうすると溜めるというよりリリースしてあげるスイングの方がすごく得意なんで、もし右肩よりも外側にこの合わせ目が向いてる方がいたら、今日から変えましょう。溜めるよりはリリースして打ってあげた方が絶対うまくいきます。絶対近道です。なので溜められる方と溜められない方といますので、その辺は鏡で自分のグリップの向きを確認しながら見ていただいた方がいいと思います。で他にもですね、できる方できない方って多分全てのことにおいてあります。なのでそれが自分がどういうタイプかを知るだけでも違うと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。で最後4つ目なんですが、グリーン上で止まらないということですが、1番に近いんです。まず持ってる番手よりもハンドファースト、先ほども言いましたがロフトが立ちます。なので球が上がらないプラススピン量が減ります。なのでグリーン上でボールが止まる確率というのがすごく低くなります。なのでその辺はですね、ショートアイアンでしたらそこまで影響はないです。ただファーストバウンドがやっぱり上に跳ねるか多少前に跳ねるかは変わってくると思います。もちろんロフトが絶対変わってきますので、その辺の変化も絶対出てきます。どうしてもハンドファーストがいいなという方は、球が吹き上がりすぎてしまう、球がそもそも高いので低くしたいという方なんかはすごくおすすめです。あとはすごくアゲンスト、向かい風が吹いている時に低い球を打ちたいなという方なんかはすごくハンドファーストはおすすめしますが、格好だけでハンドファーストをやってしまうと今みたいに4つのデメリットというか危険なことが起こりやすくなりますので、それだけは注意してハンドファーストをトライしてみてください。以上になります。